この辺のレース見てなかったんですけど、はい、ひょっとしたら最近、いや名古屋でね3番手とか番手あったんで、はい、後ろのレース増えたかなと思ったんですけど、全然自力でやってるんですけど、なんかたまたま名古屋は自力が多くて、はい、そういう感じになったんで、はい、今回は自力で頑張りますよ。もちろん、はい、そういうことですね、はい。なかなかね、4日間開催ってないですけども、そこからだいぶ空きましたね。そう、どのぐらいだろう、1ヶ月はないですけど、ゲームすると17日。あ、17日も空いてますか、はい、練習は結構できたんで、まあ、はい、大丈夫だとは思うんですけど、結構ね、ローテーション的にその前もちょっと、あ、それがいいか、名古屋、岸和田は。そうですね、うん、広島、奈良が結構バーンと空いてて、あ、その後詰まって、そうですね、詰まったり空いたり、はい、また詰まるんで広島、広島マスター、三本、はい、3本ある連続で、はい、なかなかこう当確にならないもんです。まあしょうがないです仕事があるだけありがたいです。そしたらメンバー見たらとりあえず葛西さんって今どんな感じですか。あ、でも、あ、基本はやっぱりですよね、あのマクリ、カマシ、平田さんって動いてないんですか最近。もうあれです、今回どうするんですか。並びにちょっとコメント取れ、あの僕は基本的に取れないんですから分かんないですけど、ただもう番組的にはもうほとんど九州2人どうするんですか、平田さんと、うん、でもここはどうなるかなっていう番組ですけどね、どう並ぶんですかとはなかなか取材では聞けないんで、なんか誰かが僕らのとこだけ3社って言ってたんで、あ、そうですか、他全部2社だと思うんで、だから平田さん自力じゃないですか。あ、じゃあそうか、もしかしたら、じゃあそうかもしれないですね、はい、だとしたらあのチューブだけで、ね、3人です。そうですね、はい、さあこうかな、どうとしたら、はい、逆にそうですね、そうかもしれないですね、うん、レースは作りやすそうなんですけど、本当最近もう全然動いてないよね。本当ですね。こうこうなって。安心しました。安心してください。安心してください。わかんない人でも。そうですね。そんなにながら。まあここはね、結構積極的に、まあ、まあ、ね、はい、まあ、いいとこ、いいチャンス狙って。そうですね、チャンス狙って頑張ります。ちょっと根拠は。